両軟骨、両軟骨、トラベキュラーカーティレージ、トラベキュラークレーニア。もしくは単にトラベキュラー、両中軟骨ともは、脊椎動物アゴご口類の肺での頭部の形成過程において、骨格の中でも、最も初期に、神経体細胞より発生する棒状の軟骨。発生を減るにつれて伸長し、古い骨や神経頭蓋底など、 軟骨頭蓋の成中部における主要な骨格成分の大部分を作る。軟骨頭蓋の発生。サメとトカゲの例。両軟骨はトラベキュラで示される。全脳の腹側、下垂体元気の両側型に左右一体の棒状の独立した軟骨成分として発生する。発生が進むと左右の両軟骨の下垂体よりも 前方の部分は伸長して、成虫で融合し、高梁軟骨を形成。対して後方部は伸長して、作り作軟骨と融合する。多くのグループでは、これが、肺側に伸長し、眼下中核や微中核へと発生する。このようなタイプの頭蓋形成は、トロピベーシックと呼ばれる。対して、肺腹軸にほとんど伸長せず横に広がるタイプの頭蓋形成を、 プラティーベーシックと呼び、哺乳類や、両生類はこの形式をとる。脊椎動物における、軟骨形成のほとんどは、脊索からのシグナルに誘導された、中胚葉性の大切の分化によるものだが、両軟骨とそこから発生する、頭蓋骨の一部は、脊索の全体よりも、分側にあるためこうしたシグナル経路とは無縁であり、しかも中胚葉ではなく神経体細胞に、 由来するという点で特殊である。そうした極めて得意な点と、脊椎動物の頭部形成に関する重要性から、形態学や比較発生学においてよく注目され、その進化的起源や発生プロセスについてはこれまで様々な説が存在した。現在は、頭部神経低細胞のうち、雁骨弓のさらに分側を占める、 陰頭弓に寄与しない領域の寛容から発生すると、される。両軟骨は1839年、マルティン・ラトケにより、ヨーロッパ山かがしの観察で、初めて記載された。その後トマス・ヘンリー・ハクスリーによって1874年、ノーズに二次的に寄与した、内臓ズ害であることが指摘されている。つまり、陰頭弓の中に発生する。 最急骨格と連続騒動であるとされたのである。さて、我々脊椎動物の顎は、顎骨弓から発生するとされている。両軟骨が生じるのは、顎骨弓よりも前方なので、もし両軟骨が独立した、陰頭弓の骨格であるならば、顎を獲得する以前の脊椎動物は、顎骨弓の前方に、さらにもう一つ以下それ以上の数の陰頭弓。 すなわち顎、前弓を持っていたことになる。顎、前弓仮説は、ギャビン・ドビアラ多くの比較発生学者や、比較形態学者によって指示された。またエリックス・ステンシエイは、ケファラスピスなど効果悪いの化石を研磨して、内部構造を調べ、顎、前弓とそれに対応する、脳神経を発見したと報告している。しかし現在では、こうした顎、 前弓の存在はほとんど否定されており、それとともに、針軟骨が最急骨格であるとする見方はほとんど行われなくなった。円光類のヤツメウナギでも、肺発生の過程で頭部に一体の棒状の軟骨が観察され、両軟骨と呼ばれてきた。しかし、1916年にはすでに、ゼベルツォフ,フが、ヤツメウナギの頭蓋底は、 すべて添い軸中胚葉由来であると指摘しており、1948年には、アルフ・ジョネルズが、ヤツメウナギの骨格発生を詳細に観察し、それが、脊索の両側に発生する、むしろ防作軟骨によく似た発生を行うことを示している。その後も、実験的にヤツメウナギの両軟骨が、頭部中胚葉に由来することが証明されたため、現在では、 ヤツメうなぎなど塩光類の両軟骨は、アゴく類の両軟骨と相当でない。つまり、両軟骨は、アゴく類の系統において、新規に獲得された形質であるとされている。ありがとうございます。